はい、今回もおすすめの洗車用品を紹介しちゃいます。やっぱりどこも出かけられないですから、もうピカピカに、もう徹底的にピカピカにしちゃいましょう。というわけで今回はタイヤをちょっときれいにしていきたいと思います。はい、ホイールって結構皆さんきれいにすると思うんですけど、タイヤってそのままにしがちだと思うんですよね。ただタイヤもホイール同様、ブレーキダストだったり泥だったり、まあ、いろんな汚れがついてるんで、まあ、黒なんであんまり目立たないんですけど結構汚れてます。そして汚れたまんまだとやっぱりタイヤダメージにもつながっちゃいますんで、まあ、今日はこれをしっかりきれいにしていきたいと思います。今回タイヤをきれいにするのに使うのがこちら、またまた登場、グリオズガレージのラバークリーナーっていう商品になります。これはもう名前の通り、車のゴムパーツをきれいにすることができるクリーナーになります。でタイヤだけじゃなくってウェザーストリップとか、その辺も使えます。はい、ちょっと使ってみたいと思います。でまず直接吹きかけます。たっぷり吹きかけます。そして 1,2 分このまま放置いたします。そしてこちらのラバークリーナーは、タイヤに付着した古いシリコンとかワックス、その辺をきれいにしてくれます。でさらにオープンカーのホロなんかにも使うことができます。付着した水垢なんかもきれいに落とします。はい、で 1,2 分置いたらブラシでこすって汚れをかき出していきます。そこでぜひ使っていただきたいのが、同じくグリオズガレージのこちらタイヤスクラブブラシでございます。普通のブラシでダメなんですか？ダメなんです。これを使ってください。まずめちゃくちゃ握りやすい、はい、形状、グリップ形状になってます。そしてこちらを見ていただくとお分かりいただけると思うんですけど、ちゃんとタイヤのサイドウォールの形に合った、はい、形になってます。そしてこの適度な、はい、ちゃんと内側と外側で硬さが違うブラシになってます。これを使ってみたいと思います。はい、わぴったり。そしてこれで汚れをかき出していきます。ちょっと足らなかったら、まあ、追加でかけてもらって汚れをかき出します。はい、お分かりいただけますでしょうか。こんなに汚れてるんですね。実はやっぱりスポンジだとこういう細かい溝なんかの汚れがかき出せないんで、ブラシでこうやってしっかり、はい、きれいにします。汚れたままだとやっぱりタイヤの劣化にもつながりますし、まあ、その後タイヤワックスなんかを塗る場合に、タイヤワックスのノリが悪くなっちゃいますので、しっかりタイヤもきれいにしておくことをお勧めいたします。これただちょっと結構扁平があるタイヤ用なんで、ちょっとボンドスタイル向きではないですね。はい、30扁平とかだとちょっと多分半分ぐらいしか使わないんじゃないかなっていう。はい、ローダウンしてたらそうですね。そうだね、ローダウンしてたら、まあ、車フェンダー注意なんですけど、ちゃんとそこも考えられて、ここが割と柔らかい素材になってるっていう。はい、なんで万が一車にぶつかっても、はい、傷になりにくいっていう。こんな感じでもういかにタイヤが汚れてたかっていうのが分かると思います。で一通り汚れをかき出したら洗い流します。すごい、はい、こんな感じでタイヤワックス使ってないのに真っ黒なタイヤに戻りました。で今回は、前回ご紹介したホイールをきれいにするセットを使って、ホイールもちょっと一緒に全部きれいにしていきたいと思います。はい、で今タイヤをきれいにしてみました。どうですかこれ。はい、真っ黒に新品みたいに戻りました。そして聞いていただきたいのはこの音でございます。もう完全に油膜とか取れてピカピカになっています。はい、でこのまんまだと、やっぱり紫外線とかいろんな劣化の原因になるものをそのまま受けちゃいますんで、タイワックスをしていただきたいんですけども、そこでお勧めしたいのがまたまた登場、グリオズガレージのタイヤワックスブラックシャイン、こちらでございます。はい、でタイヤワックスいろいろあるんですけれども、成分によってはタイヤにダメージを与えてしまうようなものもあるんで、当然グリオズガレージ、そういったことも考えられて、タイヤにも優しい仕様になってます。で使い方はすごく簡単で、スポンジに適量出します。そしてそれをそのまま、かなり粘度があるんで、まあ、薄く伸ばして
いただければ OK です。まあいろんな種類タイワックスあるんですけど、まあアメリカらしいちょっとツヤが多めの、はい、タイワックスです。こんな感じで、もう新品じゃないですか。でやっぱり多く塗っちゃうとこの走った時に飛び散ってこの辺についちゃったりするんで、少し塗って伸ばしてもらった方がいいと思います。そしてトレッド面にはできるだけ塗らないようにしてください。滑っちゃいますからね。こんな感じです。いやもうピカピカ、やっぱりピカピカだと気持ちがいいっすね。でちょっとやっぱり比較しないとどのぐらい綺麗になったのかわからないんで、ビフォーアフターを撮れるようにちょっと洗ったとこと洗ってないとこが分かりやすくちょっとやってみたいと思います。まず吹きかけます。もうこんな感じですごくタイヤが汚れてたのが改めてよく分かると思います。はい、ちょっと流します。でちょっと一旦洗っただけの状態で剥がします。こんな感じで茶色いのがしっかり落ちているのがお分かりいただけると思います。しっかり黒く戻ってますね、はい、これが表面についてた、汚れっていうことです。はい、そしてタイヤワックスを塗るとこんなに見違えます。まあ、しっかりタイヤワックス塗り込んでもらうことで、まあ紫外線なんかの劣化汚れから守ることができます。はい、というわけで今回はグリオーズガレージのおすすめ商品ラバークリーナーとタイヤスクラブブラシ、あとブラックシャイン、はい、こちらの3点をご紹介させていただきました。でやっぱりすごくカスタムした汚い車より、カスタム少なくてもピカピカの車の方が全然かっこいいです。はい、皆さんも徹底的に洗車しましょう。ご紹介させていただいたこちらの商品、購入方法は概要欄の方に貼ってありますのでぜひチェックしてみてください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。